がとうございました。受付中なので、今日来なかった方もお待ちしてます。あら、ちょっと待ってくださいね。めっちゃきのこさん、ちょっと待ってください。あ、七夕、あ、そういうことか。今日は本当の七夕。なんかさ、七夕ギフトがずっとあったけんさ、あ、そっか、今日が本番か。そうだ。スケさん、シマンチさん、おいでますん元気さん、ヒラリンハッツさん、ヤスさん、シマンチさん、ゆたか、イトちゃん、牛やったっけ、フクポンさん、ヤジウマさん、ユウキさん、ダイグさん、奥ゆきさん、ピロシさん、牛、ジェリーさん、ユウちゃん、ありがとう、ありがくまたわと、赤色サンタさん、あ、織姫、じゃあゆうちゃんと赤色サンタさんで織姫と彦星かっこどっちも彦星、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。なんかテカってるように見えるから、テカリに見えるから、また珍しく晴れ。今日はオンラインお話し会久々でしたね。握手会とかも始まったし、リアルも始まったしっていうか、まあリアルがあるし、オンライン人来てくれるんかなって思ったんですけど、結構まあ初日ということもあってか来てくれて、一部、まあやっぱ一番ね、二部が少なくなるよね。3時間目まであったら2時間目がやっぱ一番少なくなるけど、どこかと言ったら、でも3時間目は本当スタートから、鍵開けのスタートから受付終了時間までずっと止まることなくって感じだったので、まあオンラインだからこそ話せることとかね、すごい、なんかオンラインだからこその時間もあるんでね。そう、そうなんですよ。サラ割とオンライン好きよ。なんかオンラインの時間って感じを感じれるけん。
山鶴さん、足立さん、マグさん、ありがとうございます。短冊に願いを。7月7日2人の時間感がある。オンラインの方が3月とかからなかったよね確か。そんなかそんな久々の感じはせんかったけどね、そのぐらい。久々やった。だってアニメイトのグッズ届いてよって結構見せられて、あ、そんなに前かと思った。そう、あのね、縁日の企画通ったか通ってないかわからんみたいな話したんやけど、なんか修正というか、あの時間内に収まりませんとかそういうなんかいろいろで、修正みたいになっとるメンバー思ったけど、サラはなんか言われるかな、これダメですってあるかなと思ったけどなかったんよ。やけん自分が言った通り全てできます。特典というかなんかプレゼントとかも自分が言った通りに、そう通りました。通りました。でしかもさやかりんに何やるんって言われて、言ったら教えたらなんか個性あっていいねって言われた。そう、私がねそんな普通にじゃんけんとかやったって面白くないからねっていう会話した。ゆうちゃんありがとう。ありがとう。なにこれ、いつかこう、ありがとう。いつか公式から発表されるんか、されんのかな分からんけど、されんなら自分で発表するっていうかするけど、通ったんですよ、あれやこれやと。まあ来て後悔はないと思いますので、まあぜひ今のとこ来る予定のないひっそりショールーム見てます派の人もぜひ。言っていたらその特典にするものを提出しないものといけないものがあることを思い出しました。
最近常に iPad の充電がない。ジェリーさん、プーチンさん、ありがとうございます。うーん、そんな今日はさやかりんと火鍋を食べました。なんかお話し会の日ってもう一日会場の中って感じやったけんさ、ずっとなんかそんな早い時間に終わるとかあんまなかったけん、多分昼から、前はね昼から夜までやったけん、今回は朝から夕方までやけんさ、そうお話し会終わってご飯に行くってなんかちょっと一日得した気分なんていうんやろ、夜ご飯まで行けて、そう火鍋食べた、辛かったちゃんと、なんか山椒があのピリリの時の山椒とは大違いな、なんかガチなやつで、なんかガチのなんか粒みたいな、粒というかなんていうんやろ、ガチなやつで、そうなんか最初食べた瞬間辛って思って、さやかりんは辛いのいけないみたいな人やったけど、でもなんかだんだん、あでもなんかあのなんていうん、こう鍋のがさ仕切られた2種類やけん大丈夫。カエルさんとさんありがとう。そう仕切られたやつやったっけ、なんか普通のだしみたいなやつとその辛いやつ、火鍋のやつでマーラーみたいなやつで分けられとって、なんか辛いのも美味しく感じてきたって言っとったそうやけん今度辛麺行こうって言っといた辛いのもいいかもって言っとった、美味しかった。でも火鍋まあ暑いけど、外出たら暑って思ったけど、まあお店の中で食べる分には冬もいけるな鍋って思った、いけました。どうしようかな、あのその縁日企画のなんかプレゼントなんていうの、その企画でプレゼントなんていうの、景品みたいなやつにする画像、画像っていうか画像をあげるわけだ、景品は画像じゃないけど画像自分で選ぶ、どういうのがいいかな、でも景品もちゃんと部によって変えようと思っとるんよ、その一日中同じ景品じゃなくて、何時間目はこれ、何時間目はこれ、何時間目はこれって分けようと思っているので、そう
うまいとかじゃないよ、失礼な。ファン思いって言ってくれ。何種類送らんといけないやろ。そうだ、送る、提出しないといけないんでした。そう、手間はね、手間は大事ですから。みっちさん、あさっちさん、竹のちさん、マックスさん、ビタミンさん、短冊、ムジェイさん、バウバブさん、ありがとうございます。どういうのにしよう。みんなどういうのがいい。むずいよね、でも。なんだっけ、何あげようとしたんだっけ。ハニー&サンズ寄ることができたのスムージー買ってきましたって。で、結構あのサラがこの前レセプションパーティー行きましたって言ったハニー&サンズ結構ね、真似したい、何人か言ってくれて、きっとスタッフさんには、そこのスタッフさんには私の影響で来てくれた人がいるということを分かってもらえたでしょう。分かってもらえたでしょう。どういう私が欲しいか難しいですね。あ、浴衣とかにしようか。1、2、3、2。サラピのツイート見せてアピールしといたって、ありがとうございます。大事です、そういうの大事。だっていつもの真似したいはさ、基本言うことないけんさね、その私のファンが来てるなんて言う人、わざわざ店員さんに話しかけて言う人がいない限りないじゃん。でもハーニー&サンズに関してはもう私が来たの分かってるからさ、ちょっと言えば分かってくれるかも。
ね、みんな実践が早い、実践なんていうの、早い、行動が早い、行動力。いや、オタクというものは行動力が素晴らしいんですよって思う。ほんとオタクさんは行動力素晴らしいなと。フットワーク軽くないってオタクはやれないとまでも思う。じゃない？だって結構それあると思う。どれにしようかな。てか今日もインスタ載せたらなんか5枚目と3枚目かなんかが同じになっとって、もうなんでって思って、一回やっぱ一回下書きにやったらダメなんかもしれん。なんか一緒になんか同じ画像になりがち、もうなんか下書きの意味がないじゃんって思ってさ、ちょっと許せない。思い立ったら行くしかないって、すごいじゃん。後悔のない推し活ができそうな人ですね。そう、なんかさ、でしかもなんか消すことはできるけど追加することできんけんさ、ダメなんよ。これ載せたかったのにってなる。そうやけん、サラはカフェのそのティー、アフタヌーンティー単体をね5枚目に入れとったんよ。そしたらなんか分からんけどひなさんとのツーショットがダブルで出とって、そんな微妙なポーズの違いとかでもないです、単純に2枚同じものになってしまっています。なんで、なんでインスタね、これありがちなんよ本当に、やめてほしい。結構困る。せっかく下書きしてこういい感じにしといたのにみたいな、結局載せて、えけなんかもうちゃんと載せた瞬間に確認せんといけん。で載せた瞬間に確認しておかしくなっとったら、そうあれやけど、そう2枚目と4枚目も一緒なんよ。そうなんやけんさ、3枚しか載せれてないってことになるよね。最悪じゃん。載せ直したよ。載せてもな、載せ直すのもな。まあでも2枚目と4枚目に関してはまあいいや別にって感じ。なんかそんなにめっちゃ大差あるやつをもともと載せとったわけではないけん、まあそれはいいけど、普通にアフタヌーンティーに単体のやつも載せたかったのに。サラピにもできないことっていうか、インスタにもできないことがあるんですよインスタにできないことがあるんですよ。仕方なし。こればかりは。しかも気づいたのがもう載せてちょっと経ってからやったけん、なんか今消すのもなと思って消さんかった。もう
そうなんよ。ちょっと下書きの意味がたまになる、これ。でも何が原因なのか分からん。でも一回下書きに入れたらおかしくなる気がする。そうなんよ。あ、でも今日ね TikTok なんかさやかりんがあれ撮ろうよって言ってきたやつがあって、まあ簡単めな手振りだけのやつやったけん撮りました。 TikTok はなんか誰かが撮ろうって言ってきた時ぐらいしか私は踊ってるやつは撮らない。一人で踊ってみた系はちょっとね抵抗ある、できん。そう、前もねクラコン、あれあの時はさやかにもなんか、そう、工藤と撮ろうってなったら胸息も撮りたいって言ってきて3人で愛してるニャンのやつ撮ったんやけど、結構メンバー意外と TikTok やりたいんかもしれん。やりたいっていうか、その人のに登場するぐらいならっていう感じだと思う、みんなも。ダンスよりも表情楽しみにして、え、そう、それが嫌なんよ。そう、それが嫌で踊ってみた系は撮りたくないよね。踊っとる系リールは割と自然体ななんか表情のやつをこうつなぎ合わせて作るけんいいけど、踊る系はその場でさ作らんといかんけんさ、ちょっと苦手分野。さ、公演とかも自分のファンがおらんと笑えんかもって思う。笑えない。そう、なんかいいことでもあり、あ、良くないことでもあるけど、そのステージ上の笑顔っていうのができん。ステージ上での笑顔みたいなのができんけん、最初の無観客配信の時とかなんか本当笑えんくて、笑えんくてなんかそう、ダンスの先生のなんかいろんな注意の時に吉田は表情みたいな、なんかガチで言われたりしよった。でも笑えないんだもん、人がいないのにってあの時は思ってましたよ。そう、人がおれば笑えるよ。なんていうのその本番で自分のファンの人とか人がおれば笑えるんやけど、そりゃその人に向かって笑っとるけんさ、なんか空間に対する笑顔っていうか、人がおらんところに対するなんかスマイルみたいなのができん、できん。まあ今無観客ライブにもしなったとしたら、まあさすがにね今はまあその自分のファンの顔を普通に思い出せるけん笑えると思うよ、さすがにね。けどその当時はさ、まだ入ってすぐやしさ、カメラの向こう側というものが想像できるほどのあれはなかった。TikTok のはなかなか、さ、
結構ね船折り好きなんよね。花だれ公演終わったら船折りやる機会減ると思ったらちょっと船折りはしかも折り面じゃないけんさなかなかやる機会がなくなりそう。船折り結構好きなのに。でもさ割と楽しい曲の方が好きかも。そういう船折りとかそういう系のレスポイントがある系の曲の方が好きかもしれん。意外と。特典のね、その何やっけ、あれだ、縁日企画の日の景品にするデータを送らんといけんくて、ちょっと今忘れとったけん送ろうと思ってね。そうしかもなんかコールが結構できて。そういうレスポイント系もあってみたいな曲がやっぱ STU にはさまだ少ないけんさ、夏好きとあれがなくなるのは、船折りがなくなるのはちょっと割とでかい。あとどれにしようかな。縁日は広島のリアルは浴衣です。今七夕の歌が思い浮かんだ。さあささのはさらさらおでででるれる。これって七夕の歌よね。お星さまキラキラ。え違う。不意になんか出てきた頭に。ささのはさらちっちゃい頃に覚えたらそういう歌って忘れんよね。なんかおねがにうれるお星さまひらひらてててててててうん、夏好きの衣装と平易は後世まで伝えてほしい。平易ってみんな言っとる。ずっと前平易でしょ言っとる。あんま聞こえん気がするけど。けど気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けねえ。君が近づくずっと前へい。君が近づく僕も近づく。あー危険、うん、コールは欲しいもんなのって。
そりゃあね、コールがあるのとないのとじゃある方がそりゃいいですよ。曖昧で覚えてそんな歌詞だったんか。えさーさーのはーさーらさらの後わからん。トトトト揺れる、ここわからん。落ち葉に揺れるなわけないよね。軒葉に揺れるなんやっけ、なんやろわからん。なー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 ゆー、軒葉って何、軒葉って何、違うか、軒葉、軒葉に揺れるお星さまキラキラ、ちゃん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 、もうすごいじゃん一人のコメント。和樹さん、あるじゃん、タネさん、あいつです、ダイグさん、あいつです、また逆再生でマニアック。う屋根、ああそうなんや、軒場、軒場、屋根、へえ、初知り。最初コール機会、ん？コールない期間に STU 知ったからコール解禁されて驚いた。いやでもサラもなんかちょっと前のライブの映像とか見たらコールなくて、なんか静かやなと思ったらコールなくて、あーこれがあの頃は確かに当たり前やったなーって思って思った。もう今じゃね、そんなコールがない期間とか無観客の期間があっただなんてって感じやけど、感じ。そうだよ、言うてだって去年の生誕祭、去年、うん、去年の生誕祭とかコールできなかったからね。コールなかった、ギリギリ、そうギリギリなかったよ、あの頃はギリギリコールが ない時やったっけ。そうなんですよね、実は。実はの実は、
なしの期間にも多分慣れとったんやろうけど、もうありに戻ったらなしにはまた戻りたくはないよねって感じ。確かに川崎のリリーベの時なかった。なんかそういうところはねないんよ。なんていうのあのショッピングモールのルールというか、 STU 側っていうよりかはショッピングモールのリリーベないがち。岡山かなんかの時もなかったし、この前のねラゾーナの時もなかったし、ショッピングモールないがちないがちって何って感じ。ないがちでもなんかもうみんなよ言いたいですみたいな感じやって、そうだけメンバーもそのなんか当日の出るまで知らんくて、だけもうがっつり夢力とかで煽るつもりがみたいなのあった。そんなこともありました。あら、なんかいる。なんかいる。矢島さん、正弘さん、ありがとうございます。足立さん、ありがたわーって、これ何？ありがたわー。ちょっと待ってね。盛り上がり違う。でもなんか、うん、まあそうね、盛り上がりはやっぱまあ違うかな。毎日もうね、写真アプリ開くたんびにチョコザップの広告が流れてくるんよ。やめてほしいチョコザップの広告が毎回流れてくるんよ。入りませんからやめてください。提出しないといけないやつがあるのに。そう、チョコザップの広告がずっと出てくるんよ。なんか CM も流れてきよった、一時期。なんか、あーお腹いっぱいみたいな、なんか飲食店から出て、そしたら友達が、私はちょこっと運動して帰るねみたいな、もう覚えとるちょこっと、なんか YouTube とかでもさ回ってくるけんさ、ちょっと覚えてしまった。私はちょこっと運動してから帰るねみたいなやつ、今からみたいなやつ、があるんですよ。とか回ってくるんよ、ずっと回ってこないで。で、ちょっと先に書こう。すごいよね、でもチョコザップめっちゃあるもん、めっちゃ見かける。すごいすごいじゃん、こんなとこにもあるみたいなところでも見る。入ってことない、入ってことない、うん、入ったことない、入ったことない。
まあね、コンビニ感覚で寄れるみたいなやつだとしたら、まあ確かにそれぐらいの店舗数ないとね。すごいよね、なんか急に浸透した、ちょっと前から。あれ確かライザップのやつよね、違うっけ。そうよね、ライザップの。でも私は絶対に入会してもちゃんと行く自信がない。まあ、いざ入ったら行くんだろうけどね、なんだかんだちゃんと一つ決めたことはやるけんさ、決めれば行くけど、決める覚悟ないし行かない。足立さんありがとう。ありがとう。ちょこっとみたいな。1,2,3,4,5。どうしようかな。もう42分だ、気づいたら。昨日はね、結構早い時間に、日付を越すよりも全然先に寝とった。なんか携帯とか、携帯触って寝る前とかにちょっと TikTok 見たりするの好きなんやけど、それをもう 見とってもう、あ、もうダメだ、眠い、目が限界だってなるぐらい、なんか昨日めっちゃ眠かった。今日は普通に朝早起きやったし、いっぱい話したし、いっぱい喋ったしさって感じやけど、意外と今起きとる。多分ね、アドレナリンがね、家におったらアドレナリン出らんけんさ、一人で家におったら。それもあるんかな、もしかしたら。逆にね、眠くなるみたいな。公演の日とかこういうお話し会とかがあった日は、多分アドレナリンが出とるけん起きれない、起きれないじゃない、寝れないみたいな。疲れ、体は疲れとるけど、なんか眠たいっていう気持ちにはあんまならんみたいな、あるかもしれん。今日お話し会2日連続の日とかそういうのなりがち。今日は今日で疲れて眠いはずやけど、アドレナリンも出てるしみたいな。でも明日があるけん、明日も起きないとって思う。雪を張ったら余計に寝れんみたいな、そういうのある。この前のあのナッツライブからのリアルお話し会の日、全然寝れんかったもん。まあ、その日はね、なっちゃんと同部屋やったけど、なんか分からんけど胸行きまで来て、そのさらもう一人で寝るスイッチやったのに、胸行きが来たことによって目が覚めたっていうのもあるけど、それもありますけど。その日はそれがでかかったもん。多分一人部屋やったら絶対寝とったな。そこ、早く帰れ、早く帰れって言ったけど、なんかおったんや。しかも結局多分3人で、2人部屋に3人で寝たし。まあそれはね、リアルよりオンラインの方が体力は使うよ、やっぱ。さすがに、さすがにね、実際に人と会って話してるからね。
それはそう。七夕っぽい歌ってある？ない？さすがに。48、さすがにそこまではないんかな。さすがにね、48なら何かと全部あるけど、さすがにないか。景品の写真を考えているよ。意外と時間がない。どっちも時間ない。配信も時間ないし、もう0時になっちゃう。画像は123。いや本当やったらまあ3種類ぐらいでいいんやけど、まあちゃんと部によっても分けるってなったら12345678とかで、まあ同じようなやつにならんようにとかって考えたら、しかもあんま使ってない写真って考えたらむずいんよね。8種類ぐらいかな。ん？そうだよね。だって4部の2日間やけん。なので全部来てください。全時間来てください。それなりのちゃんと来てくれる人に返さないとね。って言っても配信この時間ちゃんと見とる人少なそう。ちゃんとメールとかでも書かないとね、ツイッターにも。50分だ。叩いてかぶってとかサラピを叩けないよねって、まあそこもちゃんと考えてるんで。12日のどこか行こうかな。どこかとかじゃなくて全部来てください。どこかとかじゃない、全部。全部絶
ザザザン、叩けるなんて叩かせるわけないでしょ、絶対に嫌だね。まあそこは考えてるって、考えてるって言ったから、叩けるとか言ってないし、考えてるって言ったんだから。50分だ。次一曲歌おうと思った。さすがにてかビンタはないです。ビンタはありません。ありません。うん、と、こんな今日七夕、うわ七夕でタワー3つももらっちゃったから。どこに行ったんだ。あれイヤホンなくした。あった、はあ、配信じゃ、こんな配信じゃ申し訳ねえ気持ちになるので、仮は作りたくないのでちょっといいこと言っとる風で別に全然いいことじゃない。変わったかな、画面は変わりましたか。そんなね、見返り求めてますみたいな人だとは思ってませんよ。ただ自分の問題です。あ、聞こえてない、自分の問題ですけどね。ちょっとイケメンキャラでやっていこうかな、これから。イケメンキャラ、でも別に、あ、これでいいんじゃない、なんかぽいかは分からんけどみたいな歌を思いついたかも。歌えるかな、七夕っぽいかもしれん。いや七夕っぽくはないな、いや分からん。歌えるかは分かりませんがやってみます。
13位、超えてませんぎんさん、12位、MJ さん、11位、バブブさん、10位、バズさん、9位、めせきのこさん、8位、ビタミンさん、7位、あっくん、6位、リドちゃん、5位、ヒルシさん、4位、やじるまさん、3位、あだちさん、2位、あかゆさくさん、1位、ゆうちゃん。ランキング途中で読んだけど意外と時間あった。なんか七夕ではないけど七夕っぽくない分からんけどニュアンスニュアンスね、ニュアンスニュアンス。ということで本日はお話し会とありがとうございました。お話し会来てくれた皆様ありがとうございました。来てくれなかった皆様は広島追加で来てください。はい、縁日企画またお知らせします。とりあえず8月11日の4時間目がおすすめです。まずは12日も4時間目がおすすめですが、まずはって感じです。8月12はね、まあ、あのカラオケブースとかもありますのでお待ちしてます。それではありがとうございました。インスタ投稿してるので見てください。また明日からも一週間頑張りましょう。ということで、ありがとうございました。うふう。バイバーイ。いい感じの時間かも。グッバイ。もう手振りのやめた。グッドバイ。仕事に行くんだ。明日からみんなは仕事だ。現実。明日からみんなは仕事をするんだ。鬼畜鬼畜。働くんだ。私のために。